1970年代にグレート・グレンの特別調査のために建てられた三角点約16本のうちの1本。グレート・グレンとは、スコットランドのマレー湾にあるインバネスから、ディニーコの先にあるフォート・ウィリアムに至る、約 100km にわたる細長い峡谷である。グレン・アルビン、または、グレンモアとも。グレート・グレン断層グレート・グレン峡谷は、グレート・グレン断層として知られる。 大断層に沿っており、ハイランド地方を南東のグランピアン山脈と北西の西北高原で分断している。グレート・グレン峡国は北東海岸の都市インバネスト町と西海岸のフォートウィリアムを結ぶカレドニアンガと A82 道路に利用されるハイランド地方における天然の移動経路である。1896年にインバフォートオーガスタス鉄道が強国南端から ネスコまで建設されたが、インバネスまで延伸することなく1947年に廃業した。グレート・グレンウェイと呼ばれるサイクリングやカヌー、ウォーキングのためのフォートウィリアムとインバネスを結ぶルートが近年整備された。グレート・グレンウェイは2002年4月30日にオープンし、人道、林道、運河等によって成り立っている。スコットランド高原の士族の支配におけるその 戦略的重要性、特に18世紀のジャコバイト法記事には、南部のフォートウィリアム、グレートグレン中部に位置するフォートオーガスタス、インバネスの北部フォート、ジョージの重要性が認められた。峡谷の大部分は、湖とそれらを結ぶ川によって成り立つ。カレドニア運河も各港そのルートの一部に、使用しているが、川は、航行不能である。北東部から南西部にかけて、 グレート・グレン上にある天然の水系は以下の通りである。分水界、または分水嶺はオイック湖とロッキー湖の間にある。南端のフォート・ウィリアム南部にはロッキー川とカレドニアンガが流入する家であるリニコ湖がある。北端ではネス川がマレー湾に注ぐ。グレート・グレン断層近辺における地震は小規模になる傾向にあるがインフラのデザインは 地震活動にも配慮されている。例えば、ケソック橋は免震干渉装置を搭載している。ありがとうございます。